薬指リングまでついてるの、ここまでできるんですか？グローブワークスって。はい、グラブ。どうぞ。今回なんですけれども、グローブワークスグラブワークス、グラブワークスの、グローブが、届きました。で、これはオイル加工をしてほしいという依頼なんですけれども、なんと今回のグラブワークス、ほとんどの方は見たことないと思われるんですけれども、プロキップという最上級グレードのモデルを、注文された方がついに、まあ俗に言う勇者というジャンルの、方ですね。もうかなりこうグレード的にも高い、これを頼むということ自体がすごいと思ったんで、まあ、かなり勇気のある方だなと思ったんですけど、かなり中身が良かったので、いろいろね、解説していこうかなというふうに思います。まずグラブワークスなんですけれども、こういう袋に入っておりまして、なんだろうね、こうやってこれをこういうふうにリュックサックみたいにすることもできますし、なんかそれにしても大きい袋だなっていうふうに思います。で、中にグローブが入ってまして、一応ね、紙が一枚入ってまして、いろいろなことがここからわかるんですけど、まずグローブがこちらです。じゃーん。もうね、突っ込みたいところ皆さんあると思うんですけど、まあ順番に説明していきますんで、よろしくお願いします。カーはもうかなり、いいです。っていうか、なぜこれをオイル加工するんだっていうぐらいもツヤも出てまして、ここからね、別に型をつけるわけじゃないんですけど、オイル加工してくれということで、まあせっかくなんで紹介もしますというふうな話でした。で、型もかなり特徴的な型なので、それも、基本型もですね、ちょっと 見つつ、ちょっと詳しいところを見ていこうかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、こういうね、紙が入ってまして、まあいろいろ入ってるんですよね。なんかいいこと書いてあるんですけど、一番下にね、こうね、ドナルド・キム、ファウンダー&CEO オブ・グラブワークスということで、そのドナルド・キムというね、これ明らかに、まあキムさんという方、まあ、キムさんが一応こう社長なんかなっていう、ちょっと驚きですけどね、あ、キムさんだったんだっていうまあいいんだけど、はい。で、ちょっと突っ込む、待ってください、ちょっと待ってください。突っ込みどころ結構あるんですけど、まずですね、もうこの時点でやばいんですよね。キップ特有のツヤというか、なんかね、いやらしいツヤじゃないんですよ。いやらしいツヤじゃないです。いやらしくはね、自然なツヤがすでに出ているということで、あとはこのプロキップっていうふうに書いてあるでしょね。これもなんかこう逆に僕好きっすね。なんか牛肉の OG ビーフのマグみたいな好きっすね、こういうの。はい。で、ここですよね。これこういうふうになんかもう超短いんですよ、土手が短っと思って、で、ここが辻閉じみたいになってて、で、まあ、ごめんなさい、辻閉じというか、ワイドヒンジみたいになってて、まあ、こういう風に取るっていうか、こういう風、純家でこういうグローブありましたよね。これの小型。で、結構これって大きいので、大型でこういう風に取るのかなっていう風に思いました。で、触った感じとか、もう本当にいいなっていう。革質いいなというふうに思いました。1個持っておきたいなっていうふうに思いました。しかも奥に薬指リングまでついてるんです。ここまでできるんですか、グローブワークスって。はい、グラブワークスね、グラブワークスって。はい。で、この AX 加工的なやつもできるということで、なんかもういろんな要素をこうふんだんに、で、こうどっかで見たことあるウェブやなみたいな感じですけど、まあ何かいろんな要素が入ってますけど、革質的にはもう最高に良くて、で、これでまあどれぐらいやったっけ、4万ぐらいですか、日本円にすると安いなっていうふうに思いますね。じゃあ本当に何て言うんだろう、日本メーカーに負けない良さっていうのはここにはこう詰め込まれてて、全然その高校生の方とかでもオーダーして使ってもいいなっていうレベル、完全に行ってますね。はい。行くとこまで行ってるような感じでございます。はい。ということで皆さん、ちょっとね、簡単な説明になったんですけど、見たことない人にとってはですね、このツヤ、ね、まだ何もしてない状況です。しかもこの後オイル加工するんで、してない状況でこれっていうのをちょっと見てほしかったなと思って、今日撮らせていただきました。はい。ということで、今回はこれぐらいにして終わろうと思います。ありやした。